あの謎の女料理人、一体何者なんだろうな。わからん。だが闇流料理界の中でも相当上の立場にいるのは間違いないだろう。いずれは戦う運命にあるってことか。おそらくはな。トリオと戦う前に彼女とも戦うことになるのだろうな。失礼。クルツ殿の店ですかな。そうだが、お前はまさか。どうやらお見通しのようですね。ええ、私は闇流料理界の一員、ゲテモノ料理のシュレルです。ゲテモノ料理。ゲテモノと呼ばれるのは心外なのですがね。私はただ自然界のあらゆるものを愛し食材としているだけ。うわ、昆虫に見たことのないキノコや葉っぱがたくさんあるぞ。それらはすべて見た目で忌避されますが、私の手にかかれば美味なる料理になるのです。面白い男だな。さて、トリオ様を目指すあなたならば、無論私との勝負も受けてもらえますよね。当然だ、受けて立とう。そう来なくては。自然界に食べられないものなどありません。愛を持って調理すればこの通り。私と自然の調和の料理に屈してください。俺の料理は負けない。勝つのは俺だ。食に対する冒涜だ。
いただきます。これはもういいかな。いただきます。ですね、はい。いただきます。ダメかな。いただきます。ダメかな。いただきます。わあ、おいしい。すみません、おいしさのあまり驚いてしまって。聖堂の前に敗れましたか。だがお前の料理は面白かった。新たな地平が開けたような気はする。そう言っていただけると光栄です。あなたならいずれトリオ様やあの女料理人を超えられるかも。待て、あの女料理人を知っているのか。と言っても私が知っているのはある日突然トリオ様が連れてきたということのみ。やはりトリオと会うしかないのか。あなたならいずれお目見えが叶うでしょう。その時まで精進することです。ああ、心得た。何を立てましょうか。
よくぞ再びこの屋敷を訪れたが、ノア！わしは首を長くして待っておったぞ。君の活躍は各地にいるベーゴマの戦士たちからも聞いておる。なかなかの成長ぶりのようじゃないか。ところで、君も聞き及んでいるとは思うが、クラッシュという男がベーゴマを破壊して回っている。やつは破壊こそがベーゴマの本質と考える許しがたい男だ。その話は何度か聞いてる。俺もベーゴマを破壊するなんて許せない。そうだろう、そうだろう。そしてそれだけでなく、やつの思想に賛同する者もいるらしい。嘆かわしいばかりだ。そんな奴がいるのか。ああ、この近くにもいるようだ。どうか気をつけてほしい。そこで君にもっとベーゴマの戦士として強くなってもらうためにも、わしの屋敷を君の本拠地に移したいのだ。構わない。むしろ俺も仲間になってほしかった。おお、では早速本拠地に本格的なベーゴマ研究所を設立しよう。感謝するぞ、ベーゴマの戦士ノア。では私は早速本拠地へ行って研究所を設立する。リードにはそこへ来るように伝言を出そう。君も準備ができ次第、本拠地のベーゴマ研究所に来てくれたまえ。私のテレポートの技を信じ。今回もパーフェクト。くれたまえこの立派な研究所。ここならばベーゴマの真理を解き明かせる。俺もバトルを重ねて強くなるよ。うむ、それがいいだろう。ベーゴマは戦えば戦うほど強くなり、その真理に近づくことができる。ぜひ君には素晴らしいバトルをたくさん経験してほしいものだ。いつまで二人でおしゃべりしてるんだ。俺はずっと待ってるんだぞ。おお、これはすまんかったな。ったく、急に引っ越すからびっくりしたぜ。ずいぶん修行を積んだみたいだな。ああ、お前もあちこちでバトルしてきたみたいだが、それは俺だって同じことだ。今度こそ負けないぞ。勝負だノア。俺とネオアブソリュートゼロの力を思い知らせてやる。望むところだ。受けて立つよ。そうこなくっちゃな。前回の反省を踏まえて、俺の計算はさらに精度を増した。今度こそ俺の勝利の確率は 100% だ。
勝負はベーゴマを回すまでわからないさ。俺は俺と俺のベーゴマヒーローズを信じている。相変わらずのいい目だ。それでこそ俺とゼロのライバルにふさわしいぜ。さあ勝負だ、行くぞベーゴマヒーローズ。ああ、俺とゼロの力を見せてやる。ベーゴマバトルスタンバイ。ベーゴマバトルスタートだ。同じ相手に負けるだなんて。でもリードも強くなってた。びっくりしたよ。当たり前だ。俺はいずれ最強のベーゴマの戦士になるんだからな。俺も最強のベーゴマの戦士になりたい。気持ちでは負けないよ。なら俺たちはこれからもライバルだ。また戦おうぜ。まったく君たちはいいライバルだな。ところで先ほど言っていたクラッシュの手先についての情報が入った。ベーゴマヒーローズの町にその手先がいるらしい。ベーゴマ界の平和のために倒してはくれんか。わかった。クラッシュのことは俺も放っておけないし、ベーゴマヒーローズの町に寄ったら覚えておくよ。頼んだぞノア、わしが見込んだベーゴマの戦士よ。よく来たな。一丁上がりっと。どうだ、どうだ。
機能してんの、一体どんな相手なんだろうな。トリオ様に盾つく男がいると聞いて来てみれば、やはりお前だったのか、クルツ。ファイニーさん、まさか知り合いなの？ファイニーさんは俺の兄でした。かつてはな。だが今の俺はさらなる研鑽を求め、闇流料理界の一員となった。ファイニーさん、あなたほどの人がなぜ。口で語ることはない。料理人は料理で語るのみだ。クルツ、あの人の得意料理は。火を司るだけあってファイニーさんは火加減の天才だ。特に焼き物に関して右に出る者はいない。勝負するのかしないのか。するとも、たとえ相手があなたであろうとも、勝って俺はトリオに会わねばならない。そう来なくてはな。ではあとは料理で語ろうではないか。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。いただくわね。ごめんなさい。いただきます。いただくわね。悪くないんじゃない？
手短に済ませよう。いただくわね。あら、もうちょっと頑張ってね。いただくわね。食べられたものじゃない。手短に済ませよう。いただくわね。食べられたものじゃない。手短に済ませよう。いただくわね。悪くはないわね。でも少し平凡かしら。クルツ、腕を上げたな。俺もファイ兄さんに勝てる日が来るなんて思いもしなかった。兄さん、闇流料理会なんてやめよう。そして俺と一緒にまたお互いを高め合おう。それも悪くないな。そうはさせん。ファイニーさん。貴様、なんてこと。その男は知りすぎている。足抜けしようとするのを放っておくわけにはいかぬ。トリオ、貴様、妻や師匠のみならず兄さんまでも。甘い。そうして情に流されるからこそ貴様の料理は甘いのだ。だが腕は確かなようだな。次は私直々に相手をしてやろう。さらばだ。待て、トリオ、待て。ファイ兄さん。どうだ、くだらないベーゴマの破壊は進んでいるか。俺っちの毒にかかればどんなベーゴマだってサビサビだぜ。ガッハ
それでいい。弱いベーゴマなどこの世には不要。どんどん破壊して回るがいいわ。へいへい、心得てるってばよ。次はドイツのベーゴマを破壊してやるかね。最近調子に乗ってるリードってクソガキでも狙ってやろうか。誰をやろうがお前に任せる。好きにしろ。へいへい、さて獲物を探しに行くとするかね。待て、お前たちがクラッシュとその一味だな。だったらどうした？ああ、もしかしてお前もベーゴマの戦士なのか？そうだ、俺はベーゴマの戦士、ノアだ。あんなこと言ってるぜ、ボス。どうする？ふん、あんな弱そうな男は俺が相手するまでもない。お前で十分だろ。へいへいっと。俺は四天王狩りの準備で忙しい。もう行く。そのくだらないベーゴマを壊しておけ。あいあいさあった。待て。おっと、行かせないぜ。お前の相手は俺っちだよ。それとも逃げるって言うのかい？誰が逃げるものか。敵前逃亡などするものか。そうこなくっちゃな。俺っちはベノム、相棒はこのスネークバイトさ。俺っちのベーゴマには毒が仕込んである。うかつに触れると毒が回って、お前のベーゴマはサビサビってわけよ。卑怯な。だけど俺もベーゴマヒーローズもそんな毒には負けない。威勢がいいじゃねえか、ボス。だったらその身で味わってみるんだな、猛毒蛇の一撃を。やお前に壊されたみんなのベーゴマの仇を取らせてもらう。楽しみだぜ。そのピカピカな心がベーゴマごと錆びつくのが。さあベーゴマバトル3倍。ベーゴマバトルスタートだ。
やったな。俺の勝ちだな。もうみんなのベーゴマに手出しはさせないぞ。俺っち自身の毒でスネークバイトがボロボロに。チクショーチクショー。お前が感じているその悔しさは、お前が今まで任せてきたみんなが感じてたものだ。クソ。だがお前ごときじゃ絶対ボスにはかなわねえ。ボスに完膚なきまでに破壊されちまえ。リード、いいバトルだった。ますます腕を上げたな、ノア。ベノム退治は先を越されたが、四天王に先に勝つのは俺だ。どのみちクラッシュに勝つためには四天王に勝てるくらいの実力が必要だからな。四天王？なんだ、知らないのか。四天王ってのは火、水、風、土、それぞれの力を操るベーゴマの戦士たちだ。それぞれがクラッシュに匹敵する力を持ってると言われてる。すごいんだな。ここから一番近い四天王はグリム伯領のエルンサイドに住む土の四天王ドーンだ。俺はまずそいつに挑みに行く。お前もクラッシュと戦うつもりなら行けばいいさ。もっともその前に俺が奴を倒すけどな。立てましょうか。望み通りに来てやったぞ。トリオ、俺としてもお前から知りたいことがある。そのためにまずお前の料理を見せてもらおう。俺は妻と師匠を亡くしてからお前に勝つためだけに腕を磨いてきた。お前にだけは絶対に負けない。クルツ、頑張れ。その努力が無駄であることを今から教えてやろう。そしてあの日、俺が何を手に入れたかをな。どういう意味だ。さあ勝負と行こうじゃないか、クルツ。
この俺の力見せつけてやろう。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。審査員たちが皆見入られたようにトリオの料理ばかり食べているだと。箸が止まらない。ノアまで。クソ、どうなってる。ヤツの料理には魔法でもかかっているのか。うまーい、うまい、うまい、うん。そうだろう、そうだろう。このレシピは秘伝のレシピ、地の巻。何人もこの味には抗えない。お前の料理では俺には勝てない。この秘伝のレシピがある限りな。秘伝のレシピだと。そうか貴様、そのために師匠を。だがこの秘伝のレシピも完璧ではない。天の巻さえ揃えば俺は完璧に。おっと、口が滑ったな。もっとも天の巻が俺が世界中探し求めてもまだ見つからぬ。お前には見つけられるだろうな。天の巻。仇討ちなど諦め、闇流料理界に入れ、クルツ。その方が
お前のためになろう。だが断る。俺はいずれ必ずお前を倒してみせる。強情な男だ。だがいずれ私の足元に屈させてみせるさ。秘伝のレシピ、天の巻、それを手に入れればトリオに勝てるのか。負けちゃったな。負けちゃったな。いつものように
行くぞ。勝負だ。これでやっちゃえ。やったの。行くぞ。勝負だ。いけ。やっちゃえ。いけ。やったの。行くぞ。勝負だ。これで今だ。いけ。俺の勝ちだ。負けちゃった。今回もパーフェクト。今回は俺の負けか。計算が甘かったというのか。お、おでのベーゴマ、大地が味方する。誰にもおでのベーゴマ倒せない。いや、そんなことはない。次こそ、お前のベーゴマを倒す計算を完成させてみせる。お前、気持ちのいいやつ。おで、いつでも待ってる。好きな時、戦いに来い。ああ。ノア、お前も来たのか。見ての通り、あいつは強いぞ。俺はもう一度修行し直してくる。それじゃあな。なんだ、お前、あいつと友達か？ベーゴマを通じてできた友達だ。いいことだ。ベーゴマで結ばれた友情、とても熱い。とても大事。ということは、お前、ベーゴマの戦士か？そうだ、俺はベーゴマの戦士、ノア。こっちは相棒のベーゴマヒーローズだ。おで、ドーンだ。相棒はアースオブパワー。硬くて強いぞ。そういえば、クラッシュって男を知っているか？知ってる。ベーゴマ壊す悪いやつだ。そいつが四天王狩りを企んでるらしい。なんだと。
まだ来ていないなら気をつけてほしい。安心しろ、おでのベーゴマは強い、簡単に負けない。俺もそんな風に強くなりたい。クラッシュに勝ちたいんだ。ならおでと勝負する。ベーゴマ強くなるには勝負が一番。準備できてるか。望むところだ。四天王の一人と戦えるなんて願ってもない。お前いい目してる。楽しいバトルなりそうだ。おでのベーゴマ、大地の力持つ。決して倒れない。お前に倒せるか。俺の意志とベーゴマヒーローズで必ず倒してみせる。なら行くぞ。ベーゴマバトルスタンバイ。ベーゴマバトルスタートだ。腕の勝ちだな。やはり誰も腕のベーゴマ倒せない。力が及ばなかったか。だがお前弱くない。きっともっと強くなれる。いつでも挑戦しに来い。おで待ってる。パーティー編成だな。ではここで待っていよう。騒がしくなりそうだな。
今回もパ。手は抜かない。もうらい。刀の錆にもなれしね。まだ頑張らねばな。大した敵ではないな。ルーンの力よ。これで最後だな。刀の錆にもなれしね。やるね。ルーンの力よ。隙あり。そうだ。いただき。打撃。うるさい。刀の錆にもなれしね。恨みっこなしといこう。いただき。楽に済んでよかった。Thank you.
バトルスタートだ。これで勝ちだ。よく戦ったな。恨みっこなしといこう。そりゃルーンの力よ。これで最後だな。こんなもんさ。こいつは楽勝かな。これで最後だな。こんなもんさ。やれやれ。そりゃせーい。刀の錆にもなりゃしねえ。やれやれ。ジェリア。えい。ハッスッギュッ。みんなやったぞ。余裕だったね。行くかの。そりゃはっはっっもうらい楽勝だったな。手は抜かない。少し気合い込めるぞ。せーい。よっしゃよっしゃ。いただき。打撃とどめ。圧勝だったな。始めるか。かえい。いただき。もうらい。こんなもんさ。弱そうだな。
みんなやったぞ。圧勝だったな。弱そうだな。レーンの力よ。これで最後だな。楽に済んでよかった。失敗は今ま。いらっしゃい。Peace.